こんにちは、後藤修洋です。このチャンネルは世界のアートシーンを巡りながら、これから来るもの、注目すべきものを取り上げご紹介していきます。今までのコンテンツに加え新シリーズです。タイトルはフォトブックス&アザーズと言います。注目すべき写真家、クリエイターが登場し、自作や自分が編集した写真集、もう一つあります。アザーズというのは自分が尊敬したり影響を受けた写真集というものが登場し、その2つを語りながら進めていくというふうな形になります。昨年の東京アートブックフェアの正式サテライトイベントで行われたものを編集し提供していきます。ぜひ注目してください。第8回は小山大輔さんです。写真家の小山大輔と言います。よろしくお願いします。今回、工藤さんから声掛けいただいて、共同キュレーションという形で、写真家のご提案として、まあ、作家の方と続き合いをさせていただいたりしたんですけれども、僕は今日は、自分のセルフの方は、2015、6、7年ぐらいのですね、エッセル、XYGXY という本を持ってきました。すみません。で、これは、先があって展示があった作品で、朝と冬なのにしてるんです。で、まずこの作品のちょっと、また映像小さくて申し訳ないんですけど、これがインスタレーションで、2016年の愛知トリエナーレで、ロトスクリエーションしたトランスディメンションという展示があって、そこで発表した作品です。で、これは、僕個人の作品ではなくて、彫刻家のマーコーエイさんと、コレオグラファーのマミアンデレが、すでに作られていた、レッセルという、パフォーマンスピース、舞台作品があって、で、それから派生させた写真作品として作ったものなんですね。で、レッセルというのは、ベースですね、器っていう意味があるんですけれども、ナワさんとマミアンデレが、この作品で何をしていたかというと、パフォーマーの人の、個性とかジェンダーとか、そのものを取り払った状態で、人が、パフォーマーたちが、こう、組み重なって、ある種、こう、スカルプチャーのような造形物をステージの上で作りながら、人ではない何か別のものにこう変成していくような、舞台作品というか。で、このアイストリーまでの時に、ナワさんと、これまでも何度かコラボレーションさせてもらってるんですけれども、コラボレーションする時に、ナワさんがその最近こういうその舞台で作られているって話を聞いて、でかつ、ナワさんは彫刻家なので、まあ、将来的にはそれを彫刻作品にもしたくて、パフォーマーの人たちが、いくつか象徴的なポーズがあるんですけど、そのポーズをしている、姿を、1分の1スケールで、3D スキャンしている。で、そういうデータがあって、そのデータをもとにして、立体作品を作るんだよねって話をされていて、で僕はその、1分の1スケールで人がスキャンされたデータっていうのはどういうものかすごく興味があったので、見せてください。見せてもらったら、3D スキャンのデータのオリジナルのデータなのでモノクロで、しかも彫刻用にスキャンしてるだけなので、サイズが全然こう解像度が足りないガビガビのデータなんですね。でガビガビのデータで、しかも3D スキャンでこう、例えば僕の今腕をスキャンしたときに、ここから光が当たっているときのここの影になっている部分っていうのは、彫刻としてスキャンされないので、空白になっているんですね。なので、体のデータなんだけど、鼻ぼくだらけで、ギザギザで、バキバキになっている状態の体のデータだったと。で、それを見せてもらったときに、デジタル、完全にデジタルのデータなんですけど、すごく見方によっては生々しい瞬間があるような気がしていて、でそこから、僕は写真の作品を作りたいなというふうに思ったんですね。で、厳密に言うとこれは写真の作品ではなくて、僕はここではカメラは一度も使ってないので、いわゆるカメラを使った写真作品ではないんですけれども、概念としては僕はこれ写真だと考えています。このイメージを作るためにやっていることというのは、3D 空間上で、その一分のスケールでスキャンされた人が重なっている状態が、こう見えるんですね。で、自分でパソコンを操作するとこうグリグリ動かせる。で、同時に、太陽の位置が、シミュレーションで動かせるので、例えばここから太陽を当てた時には体のここに影ができるとか、でなおかつその体も回せるとか、あとカメラで、その穴が開いている中にも入れて、
体の好きなされた表面を内側から見ることもできると。で、それを僕は再撮影するような、自分のその、まあ、イメージというか気持ちで、再キャプチャーしてですね、まあ、何百年を。まずその最初に、3D スキャンされた体のデータというものをオブジェクトとして、まあ撮影したイメージを作っていて、でその後に、それだけだとただ本当に 3D スキャンのデータをスキャン、キャプチャーしてるというのをコピーしてるだけなので、そこにいかにその写真的な、まあ、操作というか写真家としての、まあ、手触りみたいなものを加入させるかということで、もともとは 3D スキャンのデータだったので、2D のスキャンをしようと思って、ハンドスキャナーという、棒状のスキャナーがあるんですけど、そのスキャナーで、3D のキャプチャーのプリントをもう一回こうスキャンしてるんですね。でスキャンするときに、まあ、スキャナーなのでどういう状態でスキャンされてるかわかんないんですけれども、まあ、スキャナーをまあ意図的にこうゆらゆら動かしたりとかしながらスキャンしているので、この画像の中の一部分が伸びていたりとか歪んでいたりとかするのは、まあ、そのスキャナーの画像によって起こっているというようなものです。で、この本のまず説明をすると、この本は、僕の自費出版×フランスのローズエディションという出版社の、まあコラボレーションの本になっていて、でローズエディションというのはもともとはブックコレクターの方が始めた、出版社なんですけど、一番有名なところだとポストインターネットのテキストを書いたアーティ・ビアカントという作家さんがいるんですけど、まあ、そのアーティ・ビアカントの、作品集を出版されたりとかしているところなんですね。で、まあ、このほとんどデジタルイメージですね、写真と言えるのかデジタルイメージと言えるのか分からないこのイメージを本にするときに、まあ、何を考えていたかということなんですけれども、僕はその今まで、いろんなデザイナーの方とコラボレーションしたりとか、まあ、そういった形でいわゆるそのカタログ的なその写真が、順番にまあ記録として並んでいるような、本としての写真集っていうのを考えてたんですけど、なんかここではこの本自体も展示とは違う形のオブジェクトとして、作ることができないかなと思ったんですね。で、この本を作る前にデイブ・オーバリエーションズという本を、2015年に ABP から出版させてもらっているんですけど、その時にスイス人のマキシマージュというデザイナーとコラボレーションさせてもらっていたんですね。でマキシマージュは、先ほどもちょっと話がありましたけど、スイスのイカルという、デザイン学校の卒業生で、彼らが学校の中で印刷のためのプラグイン、フォトショップのプラグインを作っていて、それがどういうものかというと、これはこの本は黒とシルバーの2冊、2色刷りなんですけれども、いわゆるそのフォトショップ上で開いた写真のデータを、そのプラグインを貼り付けると、自動で発色に分解してくれる、ちょっと専門的な話なんですけど、今までだったら、例えば印刷所の人に、その写真データを渡して、このテクスチャーの、この色の情報のところは、まあ、特殊なインクで印刷しますよっていうその版を分けることによって、しかしこういった、まあ、プリントができなかったんですけれども、このマキシマージュとイカルが、開発したプラグインを使うと、僕の場合は黒とシルバーっていうののプラグインなんですけど、例えば黒とピンクと青みたいなプラグインを買うと、まあ、写真がそれを可能性だけで、まあ、分版されて、で PDF の印刷屋さんに入稿すると、まあ、その色が出る。なのでその、いわゆる今まで、まあ、特殊な印刷方法でしか持ってなかった技術っていうのを民主化するような動きとして、まあ、かなりラリカルなことをやっているんですね。で、まあ、この今めくっていただいていて見ていただいたと思うんですけれども、かなりその具体的に体の効果発かなって思われることと、ものすごくアブストラクトで何だかわかんない破片のようなものの、まあ、イメージがこう繰り返されていて、で後半になると少しだけその生さんたちが彫刻を作るためにレンダリングした直だけ綺麗になっているようなデータになっていって、で、まあ、終わるような、本になっているんですね。で、今日もう一冊アザーで持ってきたのが、リブリノのステムですね。で、なんかこの写真集で自分の写真と他の写真を語るときに、意外な組み合わせというか、別の角度から何か語れないかなと思って、ちょっとやってみたいなと思って持ってきたんですけども、まあ、フリーランダーって人は、イリアム・エグルソンの1個前の世代で、モノクロで、まあ、アメリカの社会的な、まあ、風景を撮っていたというか、まあ、ニュードキュメンツという展覧会にも出ていたりとかして、まあ、いわゆるアメリカ写真の、スティーブ・リッツとかの後ですけれども、一つの、まあ、原型になっている人ですね。でこのステムという写真集は、その彼が、怪我かな、病気かな、彼がその家から出られなくなって、家の中にいたときに、まあ、その生物写真を撮ることを、まあ、試みたシリーズで、生物ってどういう意味なの？茎ですね。茎っていうか。
で、これは何を取っているかというと、奥さんが、まあ、不良なんだら毎日家で、まあ、寝てなきゃいけないので、その病床のところで、花瓶に花を毎日生けてくれると。で、その生けられた花も、花じゃなくて茎を取っているんですね。で、そう、すごく綺麗で、まあ、泡立ちにしたりとか。そうですね。でも足動けないから、なんか取れるもんないかと思って取っているんだけど、で、これが、その日本では、ウィグルンダってコンポラ写真という紹介をされていて、まあ、そのいわゆる、横位置で、普通のまあ視線に近いようなものとして、撮っている作家の一人として最初紹介されているんですけど、まあ、ご覧の通り、全く超主観的というか、客観性なんてなくて、しかもカメラの目みたいなのも同時にあったりとかしているようなものなんですね。だから最初ずっと行動中を見ていくと、まあ、茎だったり葉っぱだったりが見えていて、まあ、毎日のそういう、こう、表情を見ているのかなと思うんですけど、こう、泡がついてたりとかですね。それがですね、一番最後の方に行くと、最後の方ですね。ただの花瓶になるんですね。で結局取ってたのは花瓶なんじゃないかっていうところで、その花瓶ではベースなので、まあ、このベースセルと、まあ、ベースをかけてみたっていうところもあるんですけれども、なんかこの、これを本にするっていうこと自体も、例えばこの本の構成にストーリーがあるのかって言ったらほとんどないと思うし、じゃあこの連続性に何が意味があるのかっていうと、そのフリーランナーの視点なんだけれども、その現実的なその花瓶のものを超えた存在として、要はこれが、なんていうか、花瓶の説明にもなってなければ、花の説明にもなってなくて、じゃあこの一体夢は何のために取られているかっていうと、まあ、その場にあったオブジェクトとして記憶されているんだと思うんですよね。でその時に同時にこの、ベッセルのことを考えてみようと思うんですけど、これは、パフォーマーの人たちが、ナワさんとダミアンジャレ、主にダミアンジャレが考案したポーズをとっていて、それが、ある種そのフラワーベースというか花器、まあ器として、全身でスキャンされているんですよね。で、そのスキャンしているものには、中身がないんですよね。先ほども言いましたけど、影になっているのは穴になっていて、穴から入ると、内側が見えて、内側からは、ただ表面の裏側が、まあ、見えているだけという形になっている。そうすると、結局写真に写すものとか写るものってどこにあるんだろうということになってくると思っていて、これは、実体として花瓶の中にあったものなんだけれども、それを撮ることがその実体の説明にはなってなくて、でこれは実体がないんだけれども、ひどく生々しく、なんかこう僕たちの体を想起させるような気もするというか、でそういうその感覚を、まあ、もう一個そのブーストするために印刷技術でこのシルバーとクロム二色刷りで、まあ、めくっていくと今日光が僕は光が全部当たるんですけど銀がチラチラ反射するんですよね。なのでそのただイメージを見ているというよりもオブジェクトとしてその写真として印刷された、まあ、ベッセルというイメージを見ていると。で、まあ、タイトルの XGYXY というのは XGY は 3D の3方向の軸で、まあ、ナワさんたちが 3D スキャンした軸に対して、僕は XY という 2D の軸を足しているので、まあ、XD は XY になっているというような形でですかね。あと、編集ですね。なんかその、この前のレインボーバリエーションズという本の時には、これもそれもマキシマージュのアイデアで、全部の掲載される写真の、色の平均値というのを測ってもらったんですね。で写真には、まあ、いろんな色が含まれてるんですけど、それを、1枚のこうプレーンな色面にしたときに、当然イメージごとによってそのカラーバランスと違うので、それぞれその違う数値が出てくると。で、その数値をもとに写真集の順番を決めたんですね。なので、写真集を編集するというときに、まあ、一個もその人の、まあ、恣意的なことがこう介在してないというか、数値によってのみ写真が編集されていて、しかもレインボーバリエーションズには5つのシリーズが入っていたんですけど、その5つのシリーズをまたいで、まあ、勝手にその並べられてしまう。で、その時はそのアウトプットが面白いと思っていて、そういう方法を採用したんですけど、なんかこれはもともとのデータがすごくデジタルだったので、すごく恣意的に編集をしようと思って、かなりその見開きの、写真 A と写真 B が本来関係ないものが関係しているように見えたりとか、連続の後に断絶があったりとか、まあ、体、なんだか分からないその破片のようなものとか、なんかそういうイメージによって、このサイドまでこう来るっていう行為を、まあ、この銀の反射とともに体験できるようなものとして、
まあ、作れないかなというふうに思って作った。で、これが、日本だと結構その金属の密度が高いと思うんですけど、これはベルギーで吸っていて、当時僕はオランダのアムステルダムに住んでたんですけど、ベルギーにはすごいその優秀な、印刷屋さんがあって、これは最初に後藤さんがちょっと印刷の話されてたんですけど、これも PDF で入稿して、色をこう一回見ただけでまあ決まってるみたいな。で、あとまあ、ちょっとその話し合いというか、方向性としてどうするっていうのは、その銀を下に敷くか上に敷くかっていう問題があって、通常はまあ銀を下に敷くんですね。そうすると黒が強くなるので、イメージがはっきり見えるんですけど、僕の場合はその印刷の反射を強調したかったので、まあ、銀を上にしてもらったりとか、なんかそういうその 3D データっていうものから始まっているイメージを、展示のこうプリントにするとか、本としてこう実体化していくときに、その印刷技術とか、恣意的な編集とか、そういったものをかぶせていくことで、なんかこの本自体が独立したオブジェクトになるようなことを、まあ、実験したというか。これ久しぶりに見たんですよ。はい。すごい良かったですね。ありがとうございます。ね、本当にもう、アイストリエンターレのやつをやってる時なんかもう全然暑いわ、忙しいわ、よく見たかったけど。地獄でしたね。地獄でしたんで。面白い。すごいいいですね。ちょっと冷却期間ってよく見えるんで。はい。それでね、僕に伝えると。はい。さっき山谷くんがさ、山谷くんって真実版のように見えるんだけど、実際は新しいテクノロジーがないから映らないわけです。うん。ね。だから、重要なテクノロジーだから、例えばさ、戦争のテクノロジーだって言うじゃん。最新兵器とかさ、運用品が。だから全てテクノロジーでリアルっていうのを作られてるわけ、うん、殺しも何もかもさ、と思うんで。うん。でだから例えば、小山さんは現実に興味がなくてさ、なんかテクノロジーで遊んでるだけじゃないですかって言ってる人もいると思うんだよ、うんうんうん、僕はそう思ってない派だけど、もちろん、うんうん、そういうことについてどう思いますか。同じことが実験的な写真を作る人にも言えると思うんですけど、その現実に興味ないのとか、例えばその実験っていうのは現実とは隔たりがあるんじゃないで今のテクノロジーみたいなのすごい同じだと思うんですけど、僕は全然そうは思ってなくて、むしろその例えばテクノロジーに限って言うと、写真ってテクノロジーの歴史だなと僕は思っていて、さっきもそのウィージーの前の話でガラス3番って話もあったけど、まあまだまあせいぜい言ってもマックス200年ぐらいの時しかない中で、ものすごいそのメディアとメディウムが変化してるわけですよね。でカメラの機械自体も変わってるし、それがそのデジタルになってどんどんその進化のスピードも速くなっているみたいな中で、例えば過去の写真をこう、まあ、自伝みたいなのを見たりとかすると、やっぱりその時代の最新技術を使ってみんな作品を作ってるんですよね。だけどそれが振り返られるのが30年後とか50年後だから、古典的な手法で古典的なメディアでやってるっていうふうに見えちゃいがちなんですけど、当時はそれがマックスの限界値としての最新のテクノロジーを使っていたものだった。例えば木村家にしても、あんなちっちゃいライカのカメラで撮ってるけど、あれは一般のものではないですね。当時は本当にお金に仕掛けなかったもので。テクノロジーっていうのは、本当はすっごい重要なポイントなんだけど、表現されてるっていうものそのものだけは、嵐で写真撮って随分やりすぎたんだよね。俺それすごい思ってる。それは多分なんか近現代写真の功罪っていうか、そうだね。やっぱりあの時代のだったんだよ。そうですね。あの時代に初めて写真っていう表現が確立されたからこそみんなそこに縛られてるだけで、本当は全然どんどん機械は先に行っちゃうし、まあメディアも先に行っちゃうし、それにまあ、ついていくか、それをついていかずに、まあ古典的な手法にとどまって新しいことをするかっていう選択だと思うんですけど、実験についても同じことが言えて、2017年ぐらいにカナダの写真の書に選ばれたときに、カンファレンスがあって、でまあ、実験的な写真をやっていってみたいなことを言ったときに、まあ、会場から、その実験的な写真っていうのは、政治的だと思いますかって言われたんです。いい質問だね。そう。で、僕は全く政治的であるって話をしていて、でまあ、例えばナチスの時代とかで言うと、実験芸術みたいなものって一番危険なものとして、まあ、みんな捕まったり処刑されたりとかしてたわけで。大敗芸術ですね。大敗芸術ですね。でまあ、その大敗という呼び方も大変なのかどうかというのがあると思うんですけど、だからその実験が必ずしも現実から離れているとか、そのなんていうのか、今のこう時代を表現することじゃなくて、ただ好きにその自分の手元でやってるかというと決してそうではなくて、もちろんそれはその作家ごとの射程というのもあると思うんですけど、僕はそういうものではないと思っているので、
極めてその時代に対して何かを提示するツールとして、例えばハンドスキャンを使うし、スイーティングを使うし、カメラも使うしみたいな。岡田さんが、ここさんのインスタグラムをずっとやられてて、それで、あれはステートメントとか見に行って読んでたら、なんかインスタグラムができて、ようやく自分は解放されたみたいなこと言ってるんですよ。すごいね。そう。で、あれは、なんか毎日その、まあ、写真撮って、で、フォトショップ上でなんか合成したりとかして、気に入ったものをとりあえず1日1個作ってあげてるらしいんですよね。で、そういうものを、まあ、ああいうそのもう、なんていう、メンバーの方がやられてるときに、じゃあ自分たちの世代とか、もっと若い世代の人が今のテクノロジーとかに対して何をやっていくのかっていうのをすごく多分考えなきゃいけないかな。写真の、例えばじゃあダゲールとかタルボットとかに、うん、写真を開発した時にやりたかったことって、うん、おそらく写真をメモのように、うん、もういつでもすぐ見れるようなに定着したかっただけじゃないですか。それが今とってもできるじゃないですか。そうですね。だけど僕らがやりたいことは多分今ある技術を応用して何かをするんじゃなくて、これがしたいからこの技術があるみたいな、うん、なんか技術が先なのかやりたいことが先なのか、なんかそこに作家としてのなんか人格が入ってくるなって。そうですね。あとはその技術が何なのかすぐ理解できないですよね。メディアもそうですけど、その Facebook が何なのかとか Instagram が何なのかって理解できなくて、じゃあそれを理解するためにはやっぱり作家としてはそういうものを通して作品を作ってみるとか、それは新しい機会もそうだと思うんですけど、なのでなんかそれをそのさっきの、月山君がその本を作ることから考えるみたいなこととも多分その共通点があって、そうです、うん、だからその結果としてどういったものがその、それが論法なのか思考方法なのかわかんないですけど、その自分たちの時代の表現としてそれを記憶していけるのかとか、それが共有されるのかされないのかとか、そういうことが多分重要で、だからこそ多分その特にあのメディアもデバイスもこれだけ多様化してくると、もう分からないことだらけなんじゃなくて基本的にはだけど、なんか分かった雰囲気でみんなインスタも使ってるし SNS も使ってるんだけど、じゃあその時に今その写真が一番重要ですよね、流通する上では。だけどそれは自分たちがやってる写真と違うものなのか一緒のものとして考えるのかとか、なんかそういうことが多分重要なんじゃないかなと思っているので、その今の時代に起こっていることに着目してものを残すっていうことが、きっと50年後ぐらいに写真集を見かけた時には今僕たちがこういったものを参照するようなものとして見られることにつながるんじゃないかなと思っている。本当後藤さんがよく言うことだけど、今がまさにちょうどそこの真ん中の時期だって。いい時なんだ。そうですね。本当に最初に写真を発明した人たちが目指したところが一回終わって、うん、そこまで行って2ステージ目なわけ。だからわけわかんない、誰もわかんない時代に入ったって。でもその2ステージ目って思っている人たちと2ステージ目だなって思いながらも、いやステージ1でいようよっていう力が多分すごくあるから、うん、そこはこう今日いるような作家たちは多分戦っていかなきゃいけないところだろうなと思ったりもするし、そうですね、はい、ありがとうございました。